それでは今回もこの豚ちゃんを改造して空高くまで飛ばすバカゲーホエンピングスフライをプレイしていきたいと思います。今回は、回転を加えることによってよりね高く安定感を出して飛ばそうかなと思ってます。さあ作っていきましょう。それではとりあえず完成しました。この下向きジェットに加えてこのプロペラを横につけることで回転を加えて安定感を出していきたいと思います。それでは飛ばしてみましょうか。さあ行きましょう。お、回転してる回転してる。まあちょっとした虐待だけどね、かわいそうだよ。めっちゃ目が回るだろ。お、いい感じ。あ、すごい、めっちゃ安定してる。あー、ここら辺が限界かな。ここら辺からちょっと伸びが悪くなってきて、5000はいくかな。あ、5000いかなそう。あー、4600フィート。あー、こっから。でも安定感は珍しい。だいたいひっくり返るのがこの状態のまま落ちてってますね。もう少し増強すればいけそう。さあとりあえず何の考えもなしにとりあえず2倍にしてみました。上にさらにねもう一段積み上げてみました。単純、あー、置いてかないでー。それでは上につけずにうまく空いたスペースにジェットとプロペラを追加してみました。これだったらいけるでしょう。よし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 、いいよいいよ。回転も速度も2倍ぐらいになってる。飛距離も2倍になってくれれば。5000まではいけた。6000もいけるか、かろうじて。6000はいった、6000はいった。あー、スピードが、いやー、ひどいことになってる。7000はいかないか。でも伸びた、確実に伸びた。シンプルイザベストということで、なるべく無駄なパーツを使わずに豚を軸にして、そしてバランスを意識してね作ってみました。これだったらいけるでしょう。さあ飛ばしてみますか。さあこれ最初次第だな。お、あんま、あー、あ、でもいいねいいね、バランスはいい。スピードも申し分ない。もう1000フィートあっさり行きましたね。あ、これは期待できるんじゃないですかね。期待できそう。けけけけけけ、どこまで行く。早いな。4000は行った。5000もスピードも全然落ちないぞ。おお、もう雲まで届いちゃう。きたー、7000。行っちゃう、もう行っちゃう。ついに夢の1万フィート行っちゃう。あー、でもちょっと失速してきた。もう少しなのに。頑張れ、行ってくれ。あ、これは1万。よし、来た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 。数字の増え方が、あ、嘘でしょ。え、これ9800。なんだ、見えない壁でもあんのか。嘘でしょ。それではさらにジェットを追加して、これで1万突破を目指しましょう。よし、安定してる安定してる。さっきより全然安定してる。お、いいよ、すっごい綺麗に飛んでる。未だかつてないぐらい綺麗に飛んでる。
よし、再び9000。これは1万楽々いっちゃうんじゃないか。あーでもスピードがすっごい落ちて、あーでも行く、1万突破したー。1万来た。おお、雲が真下に。ただここが限界か。わー、1万500、600ぐらい。おお、でも落ちていくときもすごい綺麗に落ちていきますね。まだ終わりませんよ。1万超えてもまだ終わりません。とにかくつけてみました。バカみたいにつけてみました。もう紅白歌合戦の小林幸子のね、装飾張りにね、たくさんつけてみました。さあ一体これは飛ぶんでしょうか。飛ぶことすら怪しそうですけど、さあ行ってみましょう。行くぞ。飛べ。お、飛んだ。バランス悪。でも案外、お、綺麗にいってる。おー、あ、でもまずい。これ横向きのジェットが逆になってるな。この真ん中の豚の手前側とこの奥側逆じゃん。まあいっか、かなり雑になってますね。それでも飛ぶ。こんな雑に作っても飛ぶ。ほらすごいわ。あ、でももう6000。早っ。気づいたら6000か。7000。おお、このジェットがカメラに向かってくる時の音がうるさい。来てる。1万来てる。1万突破。1万もいけるね。もうこれ記録大更新期待できるよ。よし、1万1000、1万1100、1万1200、1万1300。いかない。あー、ここが限界か。いやでもよく来たわ。もう雲が真下で、もう地平線も見えてんだか見えてないんだかわからないですけど、かなり高く飛べました。また面白いね、飛び方ね、思いついたらやっていきたいと思います。それではまた見てください。バイビー。